前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。僕が泣いているのはとても悔しいからです。人の尊さ優しさ踏みにじられそうで、力を示す者たちしなやかさを失って、嘘まみれ泥まみれ綺麗たい風景でしょう。より強くしたたかにタフな生き方をしましょう。まっすぐ歩きましょう。風は向かい風。どけどけどけ後ろめたいやつはどけ。無造無造の街に明かりを灯せ。どけそこどけ真実の通りだ。正義の時代が来るさ。希望の歌もあるさ。僕の命この世に捧げてしまっていいさ。前略おふくろ様、晴れて私はクロマティ高校へ入学できました。一日も早く学校に慣れて健やかな学園生活を送りたいと思います。ですが見慣れない人たちに囲まれていささか戸惑っています。あっ、鉛筆を落としてしまった。あ、え、あ、ありがとう。なんだ、意外と親切な人もいるんだな。え、送った。さすがワルで有名なクロマティ高校、とにかく普通じゃない。あった。やはりただの不良校ではない。っていうかこれは不良とかワルとかそういう問題ではない気もする。なぜこんなとこに来てしまったのか、それは漫画で読んでもらおう。これは中学ん時から悪かったな。うん、とにかく手がつけらんねえって言われて二中の火の玉って呼ばれてたぜ。すると、おめえが伝説の火の玉か。ああ、俺も名の通ったワールだったぜ。俺は一度切れると相手を血だるまにするまで止まらねえ。通り名は三中の病院送り。三中の病院送り、あんまりかっこよくねえな。俺は悪かったけど一度も喧嘩したことねえぜ。なんだそれ。俺見た目がごついから相手が勝手にビビって喧嘩打ってこねえんだ。それでついたあだ名が不戦勝のマサ。で実際喧嘩は強えの。いや、だから一度もしたことねえからわからねえんだよ。すげえのかすごくねえのかよくわかんねえな。はっきし言って俺に比べりゃおめえら大したことねえや。おっ、俺は毎日喧嘩に明け暮れていた。もちろん負けたことは一度もねえ。口より先にまず手が出る。正真正銘のワルとは俺のことだ。5対1で勝ったこともある。で、あだ名は何だったんだ。え、あだ名、あだ名は特にあだ名はなかったな。じゃあダメだ。惜しいな。話になんねえな。ちょっと待てよ、おい。別にあだ名なんかなくたっていいだろうが。二中の火の玉とか三中のモンスターとかがなきゃ意味ねえだろ。ああ、四中の鈴木とか佐藤とか言われてもおっかねえって感じが伝わってこねえしな。全然普通だな。悪いけどまた次回挑戦してくれ。次回っていつだよ。前略おふくろ様、僕は2年前の中2の春一度だけ悪いことをしました。おい神山。何ですか。おめえも中盤の時あだ名があったろ。ヘタレとかタコスケとか。中学の時は使いっぱと呼ばれてました。そりゃあだ名じゃねえよ。おめえの役割だ。お前悪いことなんかしたことねえだろう。ええ、ずっと真面目に生きてきましたから。けどそんな俺でも一度だけ悪いことをしたことがあるんですよ。ま、おめえの悪さなんて大したことねえだろ。せいぜいピンポンダッシュとか。まあ本当に大したことないのですが、
今は別に話したい気分でもないのでやめておきます。気になる人は漫画を読めばわかることですし。前略お袋様、不良の世界には高校デビューという画期的なシステムがあることを先日知りました。このシステムはたとえ中学時代に普通の生活を送っていた人も改めて不良として再出発できるというものなのです。レッスン1、不良というのはまず見た目が勝負です。初心者はまず髪を金髪に脱色してみましょう。薬剤が強すぎると髪が白くなってしまうので注意しましょう。しまった。まだ迫力が足りない人は眉毛も剃ってみましょう。よし。眉間にシワを寄せるとなおいいでしょう。効果。途中をすっ飛ばしてレッスン5。昔友達だった真面目な人たちとは縁を切ってください。声をかけられてもしかとしてください。レッスン5は少々辛いな。吉尾くんとか田畑くんは大親友だし。どうしてもできない場合はこっそり会ってください。レッスン6、歩き方について。できるだけ力を抜いてダラダラ歩きましょう。そしてガンをつけられたら睨み返します。よし。遅く街中を歩くときはできるだけ強そうな友達と一緒に歩きましょう。強そうな友達をまずいっぱい作りましょう。なるほど。これは不良の世界だけではなく社会に出てからも通じることかもしれん。ここまで来れば高校デビューまであと一歩。では最終レッスンです。以上のことを入学前に済ませておいてください。え、じゃあもうダメじゃん。おい、下駄箱買ってこい。ヘロー。そろそろうちのクラスでも最強の男ってのを決めようぜ。まず過去の喧嘩実績をもとに何人かの男をピックアップした。この3人だ。ちょっと待ってください。なんで僕がノミネートされているんですか。バカ野郎、こっちのセリフだ。さっさと逆らねえとぶっ転がすぞ。神山を推薦したのは俺だ。何、林だ。俺らはワルの世界に生きてきたから、ただ単に喧嘩が強えとかごっついワルを見ても怖さを感じなくなってしまった。むしろ神山みてえな普通のやつにこそ凄みを感じてきちまう。お前無理してねえか。例えばライオンの群れの中に一匹だけ元気に暮らすウサギがいたとする。そのウサギはすげえウサギだと思わねえか。なるほど、それはすげえウサギだ。つまりだ、お前の中に住む悪魔が見てんだよ。さっぱり意味がわからないんですが。で、その最強の男を決めるための方法はどうすんだ。やっぱ喧嘩だろ。ああ、てめえだぜ。殴り合いしかねえだろが。この後数時間にわたる激論の末に、我慢強くて力強い背中を持った熱い奴が最強の男ということになり、その条件を満たす勝負で決めることになった。1年2組で最強の男を決める勝負をしてるらしいぜ。そいつは面白いな。おい、最強の男は決まったか。ダメだ、カット。なんか納得いかねえな。カット。神山はなんとかこの学園を立て直したいという考えを日増しに強めていた。だがそんな神山を嘲笑うかのように学園は荒廃の一途をたどっていくのであった。神山、お前があいつを倒すことができればこの学校も変わるかもしれない。あ、林田君。1年3組にいるんだよ、とんでもねえやつが。あいつがいる限りここは毎日がワルのオリンピック状態だ。じゃあとにかくその男に会ってみるよ。名前はなんて言うんだい。いや、名前は知らねえ。知らないってどういうことだよ。名前がわからないんじゃ行っても会えないじゃないか。行けばわかるよ。え、行けばわかる、どういうことだ。1年3組、ここか。ここにあいつはいる。いた、間違いない、この男だ。しかし本当にこいつは高校生なのだろうか。というより日本語が通じるのであろうか。あ、はじめまして、1年2組の神山と申します。あの、お名前は。結局あいつに会っても何もわからなかったよ。そっか、恐ろしい男だ。本当にうちの生徒なのかよ。そこで僕はあいつの名前を考えてみたよ。フレディでどうだろう。フレディ、
フレディ。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 クロマティには魔物が住む。じゃあ、行くぞ。せーの。神山、またすげえ奴がよそのクラスにいるんだよ。もういいよ、フレディだのゴリラだの。この学校にはいろんなものが出るから、もう何を見ても驚かないよ。とにかくすげえよ、あんなワルは初めてだ。毎回同じこと言ってるよね、林田君。おい、大変だ、メカ様。どうした、何が大変なんだい。メカ沢、渋い声だ。前略おふくろ様、先駆けクロマティ高校のアニメは世評を気にすることもなく、次回もある模様です。あ、林田君、すげえやつはもういいよ。また会おう。